僕の名前はたかし、熊本県水俣市に住む小学5年生だ。じゃあね。うん、また明日。今は昭和31年、日本はすごい好況なんだって。ただいま。お腹すいた。おかえり。今夕食の準備するから待っててね。ここは水俣湾って海が近くて、すごい美味しい魚が取れるんだ。やったー、サンマだ。うんめー。こら、そんなに慌てないの。この時、僕はこの幸せな生活をある病気によって奪われるなんて、これっぽっちも思ってなかった。ある時から水俣では異様な光景を目にする機会が増えた。なんだ？野良猫がよだれを垂らして死にそうな感じでフラフラ歩いているんだ。さらに、なんだこれ？鳥が飛べなくなって空から落ちてきた。そんなある日のこと、僕が椅子から立ち上がろうとすると、おっと、大丈夫？ひどいめまいがした。手足もしびれているような。そして、たかし、どうしたの？視界がぐるぐると回り、猛烈な吐き気が押し寄せ、立つことさえも困難になった。ただの体調不良かもと思い、一旦布団に寝てみたものの、たかし、厳しかったら言うんだぞ。無理しないでね。しかし症状は治まることはなく、一晩苦しんだ。緊急で病院に担ぎ込まれた僕は、もう視界がほとんどなかった。原因不明です。代謝のしようがありません。そんな、なんと医者がサジを投げたんだ。そのタイミングで水俣市では、大丈夫ですか？原因不明の嘔吐、症状に苦しむ人々が続出した。手足のしびれや震え、ふらつき、頭痛、耳が聞こえなくなり、動きが異常になるなど、様々な症状が多くの人々を襲ったのだ。得体の知れない病気は水俣中を震撼させた。町中はパニックとなり、伝染病ではないかとの噂が広まった。おい、家の中すべて消毒するぞ。はい。各家庭では徹底的に消毒が行われ、感染した家庭は差別された。あそこのお子さん、例の病気にかかったそうよ。あら、近づかないようにしないと。僕が病気で、ただでさえ母ちゃんも悲しいのに、僕はまともな医療も受けられず、家で苦しむしかなかった。たかし、何もしてあげられなくてごめん。症状は悪化、ろれつも回らなくなり、全身震えていた。こうした緊急事態を受けて、国や県は原因特定のため様々な調査をし、これではないか。その原因が工場排水であることが判明した。実は水俣市には化学肥料を作る工場が数多くあった。今日も一日よろしく頼むぞ。はい。日本全体の好景気に後押しされ、主要な工業都市として成長していた。工場では生産過程で発生するメチル水銀という毒を海へ流していた。これを魚や貝がエラや消化器官から吸収してしまい、その汚染された魚や貝を今度は人間たちが食べてしまった。その毒が体に蓄積され、恐ろしい病気、水俣病が発症したのだ。発症してから12年の月日が経過した。僕はまだ後遺症に苦しんでおり、手足はしびれ、車椅子生活を送っている。そんな僕たち被害者とその家族は、工場に補償を求め裁判を起こした。我々の生活を返せ。おー。その結果、水俣病の認定を受けた患者は補償が行われることになったのだが、認定されなかった患者もいた。その人たちはさらに裁判を起こし、長い争いとなった。こんなに裁判が続くなんて。長引く裁判により、高齢で死んでいく被害者も増えてしまった。水俣病は多くの人の命を奪った。恐ろしい公害だ。工場は毒を海にばらまいたんだ。お金で保証されたって、僕の手足は全然動かないんだよ。